皆さんこんにちは、今度こそ、スターバーストストリーム、当てに行こうかと思うんですけど、まあ俺の所持スキル的には本来別にこれ引かなくてもいいんですけど、やっぱこれかっこいいじゃないですか。でマザーズロザリオ打ってこれただのバーストなんですけど、これ貫突してマザロザ打ってスタバ打ってみたいなことができるんで、なんか面白そうじゃないですかそれ。もうね、やっぱ引きたいよねっていう。で12075ジェム貯めてきた。そんなさすぐ貯まるわけないよねって課金してきたので、ちょっとね引いていこうかと思います。あ、そう、ステップ1この前ね引いたんで、ステップ2から引くことになるんですけど、ステップ2から引くとなれば、ステップ2、ステップ3と引けば5000ジェムと。で、今所持ジェムが1万2000ジェムなんで、5000ジェム減ると、7000ジェム残ると。そうすればさらにもう1周できると。で、この前のガチャ動画のと合わせると、合計5周ということになりますね。さすがに5周すれば、まあ、出るんじゃないかなって思うくらいの確率なんで、これで出なかったら本当にねひどい、ひどいんで、このゲームは本当にひどいんですって、いろんなところに広めまくって、ひたすらこのゲームの悪口ばっかり言おうかと思います。まあね、仕方ないですよ。世の中そんなもんなんで、私ね、当たらなかった時のね、恨みをひたすらね。4光来い。さすがに来ないか、ステップ2じゃ。冴える剣祭ってさ、何が冴えとる？初期の頃強かったらしいね、冴える剣祭。今じゃな。使う人、あ、でもギルランで使うことあんのかな？やっぱクリ率上がるから。まあ、ステップにはこんなもんか。まあ、世の中こんなもん。大丈夫、大丈夫ということで。ステップ3に行ってみようかな。行ってみようかどう。これさ、本当に当たんのかな？16% でしょ。これさ、これで当たんなかったら俺なんで課金したのみたいになるわ。うまいね。キシリトールガム噛んでます。美味しいね、キシリトールガムの、フッ素配合のやつ。やっぱね、フッ素配合の方がちょっとね高いんだけどね、なんか歯にねお優しい感じがするんで、なんか最近そっち買ってます。なんかフッ素トフってあったじゃないですか。フッ素トフ、あれ気持ち悪くて毎回ゲロゲロゲロって吐いてましたね。てかこのさ、画面の上のさ黄色いやつ何これ。このなんか色鉛筆で塗ったみたいな歯、もう右から左に歯どんどん流れてく、この歯黄色いのな、この画面の上のこの黄色いやつ何マジで、いまだにわかんねえんだけど、これこの変なの、何を表してんのこれ。これさ、確定枠で直剣が来ないような予感があるんだけど、これ何連目だっけ、数えてねんだけど。3光。嫌な予感してきた。まさかまた変なおじさん当たるんかな。これステップ3だっけ、ステップ2だっけ、ステップ3じゃなかったっけ。
さすがにもう当たるよな。これ何？あ、まだだよな。11連って何ゲー？長いんだな。気分上々じゃん。気分上々。気分上々になってんのは運営だけだわ。ほら。キーンって言ってますね。シノン、よろしく。シノヨロ。これさ。待って、これさ。前回もこれで被ったよね。ふざけんね。なんかさ、わざとやってない。前もさ。すんげえピンポイントで被ったりしてたけどさ、絶対裏で嘲笑ってるだろこれ。ふざけてない、ふざけてるっていうあのシノンのあのセリフのやつ貼ったろか。頼れない兄貴、うわ頼れない兄貴来た。頼れない兄貴来たら終わりだよマジで。てかさ、これはガム噛みながらやってるみんな。まあいいや。もうガム噛みながらやろう。必殺スマイル、必殺スマイル、必殺スマイルっていうほど必殺なスマイルって感じはしないな。ビート版、ビート版持ってないけど、ビート、ビートラン、ビートラン勇気って何？てかそもそもビートラン勇気ってなんだ？このさ、ピュアリクエストってなんだ？そもそもビート、ビートランってなんだ？ビートを刻んで走るってこと？そもそもビートランって何マジで。あとそのピュアリクエストって何、そもそもピュアリクエストって何。まあ俺同じことしか言ってない。哲学。なんかピュアなんだろうな、でお願いしてるんだろうな。これさあ、あさっての方向見てる人、さすがにそろそろ来てもいいんじゃねえか、スターバーストストリーム。ああ、来ないか。なんかはあ、スターバーストストリーム予約実装したのになんかはあ、演出がだってただのバーストでしょ。フルバーストじゃなくて。ガチャ演出それでええんか。新たにボイス追加したんかな。ね、これさ、これで出なかったらやばくね、このゲーム。5周だぜ、5周。ふざけとんのか。大丈夫かな。トイレットペーパーのシーン。トイレットペーパーのシーン勇気は、トイレットペーパーのシーンは勇気の特権か。就寝時刻のリマインダー来ました。睡眠分析をオンにして明日のためもう寝ましょうって催促してますよね。ちょっと眠いんすよね。動画撮らずにね、寝ようかと思ったんだけどね、あの気が向いたんで、あの寝ずにね動画を撮ってるんで、ちょっと私の iPad のアプリがちょっとね心配してくれたんですよ、私のこと。あのちょっと気を利かせてお知らせしてくれたんですよね。お前もう寝る時間やぞという感じで、さあ片手コンは星2ですかね。狂わぬ鑑識眼、絶対狂ってんだろう。そろそろミヒマル GT 片手長剣はそろそろさすがにもうや、カレーだるんこ、カレーは、あー、
でもこれステップ2だよね。ステップ2、あれ？ちょっと待って、これさ、何連目？これが11連か。これが11連。ほう。あれ？何これ？あ、これが11連目か。はぁ、マジでさ、これで来な、え？これで来なかったらマジ。え、だって5周だぜ、5周。で、しかも 8% じゃなくて 16% だよ。さすがに来るだろう、もう。これで来なかったらやばくない？え、来ないの、もしかして。やばいって。え、これいくら課金した？もうさすがにそろそろ Go once miss。 9連目。これまたおじさん、変なおじさん来るかな。いや、来ないだろう。次10、ああれ待って、え、これ11連か。え、もしかして、あ、おお、来るか、来るか、来い、え、来る、来る。あ、おお、エースない、おい、おい、来た、おお、来た。あ、ボイスない、やったやった、最後に来たく、え、あ、HP25% 未満の時にクリダメ、あー、へー、なんかその、アニメ原作のキリトもなんかヒットポイントギリギリで倒したけど、そういう感じであれなんかな、再現っていうことなんかな。自然属性なしダメージ 100% でしょ。アスナ2までクリ率 500% でしょ。 HP25% 未満の時クリダメが 100% だから、闘魂ブローとか生首、いや、もうほんと、いや、嬉しい、やったーやったー。これで、あの、みんなにこのゲームの悪口言わなくて済むわこのゲームの悪評を広めるとこでした、危うく。いやー、よかった。あー、やった、これな。しかもさこれしか星4他に当たんなかったわけ。やべえな。いや、でも1枚来てくれただけでもう満足だわ、本当に。じゃあスタバを装備しますか。もう受け取ったよね、プレゼント。あ、これ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 。とりあえずあれだ、強化しますか。で、これ強化、進化、限界突破。限界突破いけるか。これ10凸は確かできなかった気がする。持ってる小石が少なくて確かできなかった気がする。どうだったっけな。本当はね、他にね、とつりたいスキルがいっぱいあるんだけど、8凸できんのか。8ポ、あ、9凸 ?7、8、9凸か。あー、8ポッチステーションだな。ってことは、メモリア小石台が、とりあえず、とりあえずこれで、なんか貫突してるやつ持ってないかな。貫突、これ俺持ってるやつ貫突してる？あれ、貫突してるのあったかな。萌えリーファ指輪、あ、萌えリーファ貫突してんじゃん。萌え萌えリーファを、あれですね。あ、で、今、スキレコ、あ、てか、そもそもあれだ。進化すればいいんだ、スキレコ。普通に進化すればいいんじゃん。こうしてさ、こうするでしょ？全部進化させたろ。そうしたらさ、
もらえるじゃない。あれなんで結婚記念日朝の なんでこれどうなってんの。これそう進化させたろ。来た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 。これ進化させれば実績達成で小石台もらえんじゃん。これでこれでこれで10突させたろ。よし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 、来た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 。よしこれでいこう。一括受け取り。よし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 。でこれで限界突破がどれだ、これか。1234、あ10突いけんじゃんこれ。ほらはい1突。よしこれ10突させたろ。気持ちいい気持ちいい。10突10突刺したろ。これでうわ気持ちいい。貫突気持ちいい。これでよし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 、来た来た来た。スタバがフル場で使えるぜこれで。よし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 、これで行ってみよう。これなんか何これ、これで弁当屋の斧っていう装備セットがあって、でこれで弁当屋の斧で、この弁当屋営んでる斧さんがいまして、あ、なんでこっち来ちゃった俺。何ちょ待って、仕事の終わりでちょっと疲れておかしくなってる俺。ボケてる、やばい、おかしい。もう最近なんかおかしいんだよな頭が。俺の頭おかしくなってんだよね。さっきなんか言ってることとやってることが違くて、なんかバイトしてる時もなんかおかしいんだよな俺。何なんだろうね。じゃあとりあえずこれで、ストロングカーテン、そこだ。あ、待って待って待って、うるさいうるさい。ちょっとガチャ用にこれボイスがね一番でかいようにしてやったから、ちょこなんか一応かけとくか。あんま意味ねえんだけど。あー、これちょっとスイッチ貯めて、よし、クリタイム回復した。闇ザーンザーン、よし、これでフルバーやるじゃん。ドーンってやるじゃん。そしたら、ほら、来た来た。ほらほら、チュイン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 。あ、すげえ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 。あ、すごい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 。あ、すげえすげえ。あ、すげえ。ああ、すごいすごいすごい。ああ、よ、すげえ。やばいやばいやばい、かっこいいかっこいい。かっこいい。いいね。自然属性、あ、片手再建装備士か。自然属性なしのダメージ。これ4回打てるようにしよう、これで。フル、マザロサと、スタバを同時打ちすると。え、マジでさ、じゃあこれアシストのキリトにもさ、装備させたらさ、あれじゃね、キリトも打ってくれんじゃねこれ。そしたら、これで、じゃあこれ、こうやるじゃん。これは、もう誰でもいいや。で、ちょっと待って、キリトじゃん。これか。調子はどうだ？で、このキリトの、スイッチ枠に、これスタバ入れるじゃん。スタバ入れて遊べるじゃん。あ、キリトさ、アニールブレードじゃなくて、これ、キリトもこれ持てんじゃん。これさ、お前に用事ねえよ。お前に用事なんかねえよ。で、こう。あ、ちょっと待って、これフルバー2枚になってる。ちょ、フルバー、あ、キリトが打ってる。これで弱いんだけど、ちょっと、モーションが気持ちいいからやるわ。フルバー2枚とかちょっと弱いんだけど、ちょ、マザロザ打つじゃん。マザロザ打った後にさ、
スターバーストストリームってさ、うわわわわ、赤く光ってる。ほら、スターバーストストリーム。あー、すげえすげえすげえ。あー、たぶん気持ちいい。あー、ちょっとモーション長すぎてあれだ、覚醒中に打ち切れないんだけど。あー、気持ちいい。これすごい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 。あ、あ、めっちゃ光っとる。やばい、覚醒してるからかな。チュイン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 、なんでチュインチュイン言ってんのこれ。あー、やべえやべえ、これさ、キリト以外が撃ってんのか。あ、キリトもめえ、これさ、フォトンソードでスタバ撃てんのこれ。え、ってこと、え、待って、これさ、あれ、自分の持っている武器ともう一本、確かなんかダークリパルサーか、なんだっけ、ダークリパルサーとなんかもう一本あったじゃん、キリトの。そ、どっちか、確かダークリパルサーだっけな。ちょっとこれで見てみるか。何、剣どういうのが出んだろうこれ。え、何、いつ現れたこの剣。え、あー、青い方が出たのか。あ、キリトがフォトンソード持ってる。アインクラッドのキリとかボトンソード持ってる。え、じゃあこれ 裏から見てみます。え、今どっから出た剣。今どっから出た。いや、なんか自分のキャラでこれスタバ打ててんの気持ちよくね、これマジで。しかもさ、マザロザも打ってスタバも打っててできんでしょ。楽しい。面白くね、ほらほら、これな、どっから出たの剣。なんで俺こんな剣作ってないぞ。どっから出した。終わったら剣が消えると。あ、じゃああれじゃん、キリトにマザロザ打たせることもできんじゃん、そしたら。キリトがマザロザ打ってるよって。なるんか、そしたら。へえ、え、じゃあさ、これさ、マザロザ入れてさ、でさ、アスナの方にさ、アスナマザロザ入れるじゃん。楽しい。やべえ、このゲーム楽しくてしゃあねえな、これ。や、よし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 、もう一回行ってみよう。楽しいな、これ。もうなんか強いとか弱いとかじゃなくて、なんか見てて楽しい。え、これキリト以外がさ、スタバ打ってってんのマジで新生じゃ。だってさ、二刀流ってキリト以外確かできないやつじゃなかった、なんかユニークスキルかなんかでさ、スキルレコードを使えばユニークスキルとか関係なしに誰でもできるっていう、まあ、設定にはなるよねっていう。スキルレコードってなんかそのスキルのレコード、スキルの記憶っていうのかな、記録みたいな感じで、俺なりの解釈なんだけど、なんかその今までのその歴代っていうか、お、キリトがマザロザ打ってる。なんかその SAO のレギュラーキャラが使ってたソードスキルだのなんだのっていうのが、なんて言うんだろうな、まあ、実際使ったスキル以外もさ、いっぱいあるんだけどさ、オリジナルの、このゲームオリジナルの。うわー、すげえ、マザロザ打ってる。うわー、キュン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 。あー、すげえ。ちょっとこれあれだわ、一覚醒内で打ち切れないわ、ダメだわ、覚醒延長入れないとダメだな、これスタバ打つなら。まあそういう感じで SAO のキャラが使ってるスキルの記録がね、再現されるっていうものが俺はスキルレコードだと思ってて、でちょっと前になんかそのこのゲームはなんかなんて言うんだろう、まあ、ガチャゲーっていうか、どっちかっていうとカードゲーム型の MMO みたいなものだと思った方がいいっていうのを言った気がするんですけど、なんかほんとその
なんていうの、このガチャっていうのがこの SAO の世界観にマッチしてないんじゃないかっていう声があるんですけど、でもだからこそこうやってそのキリトとかアスナとかじゃないのに、そういうあのキャラのそのソードスキルがこうやって打てて、でだからこそそのスタバとかマザローザが一緒に打ててるのがなんか面白いなっていうゲームだと思うんですよ。そういう点でいいカードゲーム型の MMO だなって思いますね。しかもこうやってね、アシストキャラにそういうスキルを装備させて、そのキリトにマザローザ打たせるとか、なんか面白くないですか？そういうのもなんか楽しめるいいゲームなんかなって俺は思います。いやーでもね、このあれですね、このおっさんの鎧とこのキリトのスタバのモーションがね見れたんで、いや本当引いてよかったなって思います。いやマジで諦めないで課金してよかったですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。